はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、三国志新戦のね、名称ガチャ、無料分と半額分、引いていこうと思います。まあ、ついでにね、探訪とかもね、しようと思います。ってことで、いけ。はい、あれ、でも引いたことないか、これ。馬領。おっと！巨中高ある限り、巨長！我が主には触れさせぬ。やった！ほー、曹操の武将。あおおおお、巨長はなんか聞いたことがあるぞ。強そうだね。はい、なかなか良かったんじゃないでしょうか。と言いつつ、まあお城に入りまして、探訪もしていきましょう。行け。はい、まあこっちはね20回もできるのでサクサク行きましょう。ほい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 。これまとめてってできないのか。あ、その日はたまたま倉庫に酒が、納入される日だった。龍禅は酒の匂いで気分が良くなった。店主、今日の酒は芳醇な香りだな。飲む前から酔ってしまいそうだ。醸造の腕がまた上がったのではないか。お褒めいただき光栄です。突然あるものが遠くから走ってくるのが見えた。大股で走り来るその姿は流星のようで勇壮だ。おっと、古社寺。いい匂いの酒だ。味見させてもらえぬか。こいつ持ってるな。星4か。なるほど。古社寺は背丈の半分くらいある酒瓶、酒樽を、酒亀か？なんだこの字は。両手で持ち上げ豪快に飲んでいる。まるでクジラが水を飲み込むようだ。そのような剛力を持ちながら なぜ戦に身を投じ、功を立てようとしない。そのつもりではこれから城に行って軍に入るのだ。それはいい話を聞いた。はい、星4ゲットですね。おっと、連続。江南は、なんとかかんちゃら。ちょっと待って、ごめん、読むのめんどくさくなったので、ここは飛ばしましょう。何が手に入るんでしょう。さあ、あ、5打っていた。どうやらその先生は5の名人みたいだな。ちょっと待ってくれ、なんか囲碁の話だったらちょっとちゃんと読んだのに。言ってよ。お、この人何、囲碁打つ人なの。はい、星の武将連続でゲットしましたね。ちょっと囲碁の話題なら、もうちょっとしっかり読んでもよかったんですが、なんかね、漢字がね、ちょっとスムーズに読めないのが多いからね、このゲームは。つい飛ばしたくなってしまった、2回続くと。まあでも、おっと、また来た。これは何でしょう。ああ、これは品物だね。福宝村。州庁で、作られた酒器、お酒の器か。毅然とした美しさがある、武力、魅力、総、統率。統率が上がると。お、またすげえイベント続くね。まあでもサクサク行こう。布か。はいはいはい、オッケー。さあ、ラスト。はい、ということで、まあ今回はね、なかなか、健常良かったんじゃないかなと思います。あ、健常じゃない、なんだっけこれ探訪か。探訪良かったんじゃないかなと思います。ということで、ね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。おいしょー。